どうもタブヤンです。狩猟祭やっていきたいと思います。ファイナルファンタジー9劇場外行き出発します。さあリンドブルムで狩猟祭が始まる。姫様をこのようなゴロつきどもと立ち見をさせるとは全く無礼である。でも見てすごい眺めよ。おお確かにこれは絶景。ビビ殿がおられますぞ。ビビ頑張って、フレイフレイビビ、いかんビビ殿、キャー危ない、嫌だもう見ていられない、逃げてばかりでは勝てませぬ。スタイナーは見学か。タブヤンなんかに絶対に負けてはなりませぬ。そうそこ今だ。そこですかさずもう一撃、ビビ後ろ行け。ビビ狩猟ポイント、ビビは頑張ってるみたいだな。12分、行きましょう。おっと助けてやるぜ。さあ時間制限の中始まりました。おー、リアルだね、時間が。どんどんやっつければいいんだろう。新しい武器、オーガニクス。さあ、ちょっと下見をしたね。どんな感じなんだ？あ、敵がいた。マップをね、下見の一度来てるからね、マップを思い出さないと時間ロスしますよ。ドレインされた。ダガーがいないから自分でポーションで回復しないとね。オッケー、どんどん行くぜ。ん？あいついるぞ。あ、倒したい。どうしたらいいんだ。こっち来い。おいおいおいこの FF9 ね、結構戦闘をのスタートまでに数秒時間かかるんですよね。まあ YouTube だと省略できるけどね、 YouTube の術で OK。 謎の食通52ポイント。もう敵いないね。ここ戻ろうか。あ、いたぞ。来い、こっちに。よし、残り9分。こいつを倒してもう移動した方がいいのかな、次の場所にね。おりゃ、急げ。移動移動。商業か。どうもどうも。さあいっぱいいたぞ。あー逃げた、来た来た。残り7分46秒。ちょっと一回ポーション使っとくか。あ、戦闘中に使うよりも終わってから使った方がいいのかな、あの時間的に。どうなんだろうね。そうかもしれないな。戦闘終わってから回復した方が早いかもね。ちょっと時間送ったぞ。残り7分。結構商業区って広いもんね。あのこのスカンク野郎が石つぶて。いった、めっちゃ痛いやん。ここは落ち着いてポーション使おう。オッケー、この方が早いな戦闘中に回復するより。さあどうしよう、左と右に分かれてなかったっけ。敵出てこないな。トップはフライヤー選手。
あの竜騎士か。あ、来た。いない。どこだ。敵いた。残り5分。イノシシ野郎、かかってこい。先制攻撃。5分38秒。いないな。よし、今度はここから東に行こう、右に行こう。あ、ビビービビー、あー、ダメだダメだ。ビビー何してんの。上で誰か見てる。ビビーとすれ違ったな。あ、でかいのいる。助けてー。おい、こっちはお前がいた、こっちがかかってこい。助太刀出すフライヤー。おお、サンキュー。フライヤーでもトップなんだね。なるほど、フライヤーが倒せば1位、私が倒せば私が逆転。残り4分。よし、やってやろうじゃないか。こいつアイテム持ってそうだな。盗む。あ、ジャンプ、フライヤー盗めなかった。うー、やばい、死ぬ。アイテムポーション、あ、ハイポーション、ハイポーションは使いすぎか。ポーションでよかったかな。ハイポーションっていくら回復すんの。450。おー、フライヤー初めて操作するんだけど、すげえ。竜騎士ジャンプ盗む。お、ニードルフォークを盗んだ。いいね。じゃあもう戦おうか。残り3分。どれくらいヒットポイントあるんだろうね、こいつ。お、トランスした。いいタイミングでトランスいいんじゃない。これ 1枚倒したか。500。まだ倒せない。フライヤーがやっつけたか。どうだ、サンダー。ちょっとポーション。おお、やばい、死ぬんじゃないか。ジャンプ。トランスしてるときにポーションもったいないね、なんかね。ああ、もったいないしゃくり上げる、やばい。でも裏技やってしまおうか。シフトブレイク、これ行こう。シフトブレイク初めてやるな。残り2分12秒。タブヤン死ぬ。きたー、シフトブレイク。何のことか分からんけどシフトブレイク。あー、決まった。私が勝たしてもらったんじゃね。残り1分50秒。工業区に行く時間はあるかどれくらいポイントもらえるんだろう。おお、191ポイント。これはもう買ったんじゃねえ残り1分半。奥には、あ、買い物なんかしてるよねあ、もうやり尽くした感で、もうあいつも終わりと思ってるじゃん。最後まで走り抜くぞ。工業区行ってないからね、まだ無理かな。トップは決まりかな。残り1分。工業区に行ってみたい。ビビは何してるんだビビちゃん。工業区残り53秒。ゴー。やっぱりあのボスでトランスしたのが大きかったね。残り30秒。1体ぐらい倒せないかな。ポイントはまあ関係ないかもしれないけどね。おお、来た。残り10秒ぐらいかな。どうだ。18秒。よし、いける。こいつ倒せる。
早く早く。残り5秒。オッケー、ポイント追加。タイムアップ、200ポイント突破、終了です。優勝はタブヤン選手、212ポイントで見事優勝。やったぜ。だが見てくれたかい、いやー実に見事だったぶり。212ポイントで優勝です。望みの品とハンターの称号を与えるぶり。5000ギルハンターの称号。わあすごいや、タブヤン。ビビ逃げてば逃げてたな。お前も強かったぜ。シド対抗。ご無礼をお許しください。ブルメシア兵。我が王から下級のことづてでございます。何？ブルメシア王から？魔法による視力を失っている。もう聞くぶり。我が国は謎の軍の攻撃を受けておる。戦況は極めて不利。援軍を送られたし。敵はとんがり帽子の軍隊でございます。ブルメシア殿は古くからの盟友。直ちに我が飛空艇団を送るぶり。ありがたきお言葉。我が王もきっと喜ばれましょう。早くこのことをお伝えせねば。いかん、早くその者の手立てを。ダメじゃ、傷が深すぎる。ここに来るのがやっとだったのじゃ。何があったというのか。どうなさるおつもりで。狩猟祭で城にはわずかな兵しか飛空艇団を動かすには足りませぬぞ。故郷に配備した飛空艇団を呼び戻すぶり。アレクサンドリアから目を離されると。うむ、ブルメシアを見殺しにはできん。とんがり帽子か、ビビと同じ黒魔道士かもしれぬ。そんなお母様がブルメシアを。私は失礼する、飛空艇団を待ってはおれん。俺も行くぜフライヤー。ありがたいがお主には関わりのないことじゃ。仲間の故郷が攻撃されてるんだ。これを聞いて黙っていられるか。お前が嫌でも俺は行くぜ。すまないタブヤン、僕も一緒に行く。自分の目で見たいから。わかった、すぐに出発しましょう。姫様、危険であります。スタイナー殿の言う通り。それにまだ相手はわからんぶり。でも黒魔道士たちだとすれば、あなたにもわかっているはずよタブヤン。今すぐ侵略をやめるようにお母様を説得してみせる。危険だと分かってる場所に連れて行くことはできない。タブヤン、リンドブルムに残ってくれ。どういうことなの。分かっちゃいないよダガーは。戦争なんだぞ、人が死ぬんだぞ。ダガー、今目の前で死んだブルメシア兵を見てどう思った。かわいそうって。そう、かわいそうだ。そう思うのは悪いことじゃないさ。けどダガーはまだこう考えられない。自分もこうなるかもしれないって。お母様を説得するなんてそんなこと言ってられる状況じゃないんだ。まあまあ、二人とも今は言い争うべき時ではないぶり。太后殿の言う通りじゃ。早くブルメシアに向かわねば。地流の門を開いてもらえぬか。うむ、歩いていくのならばあそこから出るしかないぶりな。では地流の門が開くのを待つ間、腹を満たしていくといいぶり。おー、うまそうな。私もお腹空いてきたね。今夕方なんでね、晩飯食いたいな。これらの料理は500年以上も前から伝わる伝統的な狩猟祭料理。肉食系ですね。
ではお言葉に甘えて冷めないうちにいただきましょう。腹が減っては戦ができぬか。門が開くまではどうしようもない。食べよう。うん、うまそうだな。肉食いたくなってきたな。肉、いやー腹減った。あれ、なんだか眠くなってきちゃった。え、どういうこと。え、これはもしかしてスリプルソーじゃないのか。だが一人で何をしようとしてる。だが どうするつもりだ。だがサン大国を巻き込む大戦争になる。たくさんの人が死んでしまう。お母様だってわからない。でも私はアレクサンドリアの王女。私にしかできないことがきっとあるはずよ。自分は姫様についていくであります。だが行くんだ。どれくらい経ったんだ。睡眠系の薬のようじゃな。スリプルそうだ。やられたぶりな。眠られないっていうからダガーに分けてやったんだ。箱入りかと思っていたが、あの娘意外とやるものじゃ。ちっ、一体何考えてんだ。まさか先にブルメシア向かったのか。だとすればまだ間に合うかもしれないブリ。ビービー起きろ、行くぞ。ギザマルークの洞窟へ向かおう。そこを抜ければブルメシアジア。リフトで最下層へ降り、地流の門から城を出るとよいブリ。おお、こういうパーティーになりましたか。ビビーとフライヤー、ちょっと装備を整えましょう。オッケー、アビリティもね、結構増えてきましたよ。あの、フライヤーがね、こちら、レベルアップ。レベルアップするのが早くなりますとかね。暗闇回避、毒回避とか、あとはね、タブヤンが追加効果発動。女の子をかばう、関係ないな。ギルを盗む、女の子今いないからね。逃げてもギル。こんな感じですね。固まらずの術。OK。さあ行こう。地流の門。最下層に降りてきました。なんだこれ。地流の門まで乗る。こちらは？水流の門。地流の門に行きましょう。地流の門に到着。あ、セーブある。モグネット。スティルツキンからの手紙が届いているクポ。何何？ブルメシア王国についてるの。スティルツキンやるな。セーブしておきましょう。あんたら霧の中へ入る準備はできてんのかい。用心して何か買っていかねえかい。あ、買いましょう。ポーション、ポーション90。ありがね、全部はたいてアイテム買いました。ブルメシアに向かうんなら北の山間のギザマルークの洞窟を抜けるんだ。ところどころ地面から突き出している根が
洞窟の前まで続いているから、それを頼りにしていけばいいだろう。ありがとう。さあ、ワールドマップに出てきました。久しぶりだね、ワールドマップ。リンドブルム地流の門、ギザマルークの洞窟、チョコボの森。ほうほうほう、なるほど。リンドブルムから、北に出たんですね、地流の門っていうのはね。で、さらに北に行くとギザマルーク、そしてブルメシア、はるか北ですね。ということで、北に向かいたいと思います。チョコボの森も寄っていった方がいいのかな。こう北を向いて歩こう、上を向いて歩こうじゃないけどね。なんかお、ハテナ、入りましょう。おっと、クゾクの沼。これはなんか教えてくれるあのモーグリがいたとこじゃないの、この音楽は。おお、やっぱり教えてくれる人だ。あんちゃんは本当に物知りだくぽ。おお、お前も何か教えてほしいんだな。いろいろ教えてほしい。ああ、これね。ありがとう。行き先を教えてほしい。おいおい、お前らブルメシアに向かうんだったらもっと北だぞ。ワールドマップでセレクトボタンを押して地図でちゃんと北を確認してから進むんだな。途中で山のふもとのギザマルークの洞窟を通らなきゃいけないから気をつけるんだぞ。ありがとう。わあ、なんだこれ。おお、なんだこいつ。か、カエル？え？カエルを捕まえればいいのかこれ。カエルゲット。カエル取ったよ。か、カエル持ってる。あるね、そのカエルうまそう。あるね、私カエル大好きあるよ。あ、あんたなんだよ。私あるか。おー、クイナ。クイナ、このカエルが欲しいのか。欲しいあるよ。欲しいあるよ。なんで2回言うねん。じゃあやるよ。もらったあるよ。クイナはカエルをもらった。返さないあるよ。え？クイナよ、カエルを人からもらうようではお前もまだまだあるな。なんだ？おお。クイナよ、ここのカエルばかり捕まえていては食の道を極めるのは難しいあるよ。でも食える師匠、あ、師匠なんだ。ここのカエルは最高あるね。どこに行ってもここ以上のカエルなんか見たことないあるよ。あいやー、ここのカエルだけで満足してるとは。お前はまだまだ食の道は遠いあるねー。ふん、食撃の相馬みたいな。世界は広く、食せるものは数えきれないあるね。もちろんカエルも世界中にいるあるよ。食べ物の道ね。週刊少年ジャンプのトリコも食の道だよね。ここだけではなく他の地も訪れ世界の食を知るあるね。なんか中国人っぽいけどな。他の世界あるか、ここよりうまいカエルがいるあるか。もちろんある。私たち貴族は大好物のカエルを食せばとても成長できるあるね。そうなんだ。我々貴族の住んでいた地が他の世界にもいくつかあるよ。それぞれの地のカエルを食せばお前にとっての食の道がきっと見えてくるあるね。旅をしながら貴族の沼を探すあるよ。旅の方、このクイナにもいろんな世界の食を見せてほしいあるね。そういうことか。食べ物のあるところなら文句言わないあるよ。一緒に連れてけってのか。よし行こう。うまいカエルが食えるあるか。
まあカエルよりもうまいのだって世の中にはいくらでもあるさ。カエルよりうまいあるか。行くあるよ、ついていくあるよ。変なやつ仲間にしたな。どうしたんだビビ。うん、あのおじちゃん僕のおじいちゃんにそっくりなんだ。え、そうなんだ。もしかしておじいちゃんのこと知ってる人かもしれない。僕少しお話ししてくる。ビビの育ての親なのか。クワンっておじいちゃん知ってる。あんな偏屈じじいなんか知らないやろな。知ってるんだ。え、答えられないの。同じ部族だからそっくりなのは当たり前やろね。いや知ってるよね。しょうがない、行こう。うん、名残惜しそうだ。絶対知ってるよね。おっと、クイナがね仲間になったんですけど、フォーク、はははちょっと装備整えましょうかね。はい、同じレベル7から始められるんだね。満月の心へ、トランスしやすくなります。へえ、そうなんだ。クイナ行こう。なんだこれ。あ、敵出てくんの、ここ部族の沼。オッケー。このパーティーでの初バトルですね。盗むタブヤン、ハイポーション盗んだ、いいね。黒魔法、なんか水辺だからサンダーとかいいんじゃない。ジャンプ、竜技ってなんだろう。あ、特に何もなし。ジャンプ、食べる、食べるってなんだ。あ、やばい、ビビ死にかけてる。あんまり効かないね、サンダー。やばいやばいやばい、回復薬がいないからね。もっと弱らせないと食べられない。やばい、ポーションポーション。あー死ぬー、ビビ死ぬー。あー死んじまったー。フェニックスの王だ、フェニックスの。忙しいなー。戦う、ジャンプ。結構雑魚キャラでも強いね。ポーション回復で盗む。食べるっていうのをどうやって成功させるんだろう。弱らせるっていうのが難しいよな。うわー、なんだウォーターみたいな。そして黒魔法、ちょっとビビは回復役かな。あ、もう倒しちゃった。おお、食べれなかったね。なんかデコボコパーティーですね、この世に。レベルアップ、サハギンのカード。まあこんな感じでいきましょう。そして回復はポーションでしか無理と。タブヤン、ちょっとだけカエル取っていいやろか。少し待っててやるよ。ありがとう、アル。カエル取りイベント？オッケー、捕まえる。金色のカエル、いいね。
よし捕まえた。頑張ってるアロナ。エーテルをもらえた。あ、だんだんいいものもらえるのか。オッケー。もう行こうか。もう満足あるね。さあ、新たな仲間をね、迎えまして、クイナを迎えましたので、今回はここまでにしたいと思います。次回、ブルメシアに向かって進みたいと思います。おやすみなさい。腹減ったな。